してるの、またすぐ会えるのに、どうして寂しそうなの、毎日電話できるのに、そんなことはわかってるよ、わかってるよ、君のぬくもりや君と触れ合うこと、カウンターにできないんだよ、ありがとうございました。透明の糸でした。